それでは中継をつないでいきます。まずは総理官邸です。政治部の吉野さん、何か動きは見られるでしょうか。最新の情報を伝えてください。はい、そうですね、安倍総理なんですけども、この後午後5時からですね、正式に退陣表明の記者会見を行います。総理周辺によりますと、その理由としてですけども、持病が悪化する中で政治的な空白を作ってはいけないと判断したということです。で、今こちら総理官邸ですけども、安倍総理はこちらにはいません。先ほど自民党本部を訪れまして、自民党の役員と面会した後、今はですね、国会の中で公明党、連立を組む公明党の山口代表と面会していたということなんです。つい先ほど国会を出たということですので、もしかしたらこの中継中に総理帰ってくるかもしれませんけども、現在はこういった状況です。これまでですね、安倍総理の体調不良が報じられてからですね、進退が取り沙汰されてきましたけども、永田町の空気感だけでいうと、昨日までは続投という見方が多かったように思います。ところが今日になってですね、辞任をめぐる情報が飛び交うなど、進むのか退くのか五分五分という空気感になっていました。安倍総理は朝、総理官邸に入りまして、通常の公務をこなしていたんですけども、閣議の後ですね、麻生副総理と1対1で30分程度面会する場面がありました。この時に辞意を伝えていたのではないかと見られます。安倍総理がですね、じゃあ実際いつ辞意を固めたのかということは分かっておりませんけども、今思えばですね、今週に入ってから政権の幕引きの仕方を考えていたのかなという節もあります。一次政権の退陣では放り出しということが批判されました。安倍総理はですね、このことを後悔の念もあって、新型コロナウイルスに関するこの中期的な方針だけは決めてから退陣ということで今日になったのではないかと思います。この後総理官邸ではですね、臨時閣議が行われまして、そして午後、たった今ですね、安倍総理の車列がこちら総理官邸に戻ってきました。安倍総理の車列、2代目が総理の車です。2代目が総理の車なんですけども、ここからちょっと距離がありますので、表情が分かるかどうかは分かりませんけども、今ですね、安倍総理、公明党の山口代表とこの面会など終えまして、総理官邸に戻ってきました。今車から、降りてきますかね。ドアが開きました。安倍総理、マスク姿ですけども、表情分かりません。今、安倍総理、総理官邸に到着したところではあります。この後ですね、総理官邸では、もともと予定されていました臨時閣議でですね、コロナ対策の予備費などこの支出を閣議決定した上で、午後5時から正式に退陣を表明する記者会見ということになります。